女性見分けなんていらねえ。週刊文春、2019年5月17日、タイトルだけいきます。小室圭殿下の男子が即位する日、女性女系天皇、女性見分けをどう考えますか？うわ、気持ち悪。しかしこれが現実になる可能性もあるわけやんか。どこの馬の骨かわからんやつを養子に迎えさせて、左翼的な連中てか、国際共産党共産主義者、赤い勢力の手先工作員たちは、あっち系のちょっとちっちゃいタイプを養子に迎えさせて、皇室を潰そう、乗っ取ろうとしているような気がすんねんけど。で、記事は読みません。で、私、戦時中までに書かれた、発売された、先人の著書、その時代に生きた人の書籍で、歴史の真実をごそごそしてきたんですけど、皇室についても買い取ります。売れてないけどね。まあ、とりあえず、調べてます。Kindle 本のタイトルは、女性見分けは必要ない。で、サブタイトルとして、反日左翼から日本を守ろう。で、最初に申し上げときますが、私、令和になってからの、天皇皇后両陛下のことは、一切見ていません。見てしまうと、いろいろリサーチしたことを言いたくなるんで、もう見ない。現在の皇后陛下が内定した頃にですね、ちょっと仕事で見ないといけなくなりまして、そこから観察してますので、もう何も言うまいって感じ。いろいろめんどくさいことになりそうなんで、資料に基づいて普通に知っておかねばならないことをご紹介いたします。まず、日本は王室ではなく皇室ですからね。で、日本の皇室は男系でなくてはなりません。万世一系って言うんですけど、万世一系っていうのは永遠に同一の系統の続くことを言う。ということで、天皇陛下はアマテラス大御神の子孫でない人はなれないっていう決まりがあるんですね。で、ずーっと2600年以上続いてるんですね。で、他の国を見渡してもそんな国はございません。世界一長く続いている国、日本なんですね。で、今年、平成から令和の時代になりまして、西暦は2019年ですが、日本の国は後期、2679年なんですよ。平成31年の年で、令和元年で、後期2679年。後期ってのは、神武天皇即位期限。皇室日本国一番最初の天皇陛下が神武天皇なんですけど、神武天皇即位期限または神武期限。初代天皇である神武天皇が即位したとされる年を元年とする日本の記念法。記念法っていうのは、年を数えたり記録する方法を言います。で、日本書紀の記述に基づき、元年は西暦。これはキリストの期限。その前の660年とされている。ですから、今年西暦2019年。で、後期になると2679年。2600年以上続いている皇室、結構ですね、綱渡り的な時もあったんですね。で、女性天皇、いらっしゃいました。過去8名、10代存在しています。で、すべて男系の女性天皇でした。で、左翼的な人たちって、後から日本人なんじゃないかなって感じで、まあギャーギャー。なんか、ちょっと、種類違うみたいな感じで観察してしまうんですけど、もう関わるとめんどくさいなって、敬遠してしまいます。で、まあ、何しか、推古天皇が女性で、初めての女性天皇なんですが、女性天皇は過去8名10代存在していた。これはですね、昭和16年に出版された、皇室の2600年史が書かれた書籍を参考に語っています。これは Amazon Kindle 電子書籍にも入れ込んでますので、出典はそこで見てねっていうことで、言いません。で、この動画で使っている歴代の天皇陛下の画像、イラストについては、昭和16年の書籍、参考にしている書籍から取っていますので、著作権切れです。推古天皇は、第33代、第29代の欽明天皇の第三王女だったんですね。で、第30代目の美達天皇の皇后であらせられた。で、32代の天皇陛下、崇祯天皇、が、ご崩御なさった時に、崇祯天皇っていうのは暗殺されてるんですが、この時に、聖徳太子、馬宿の王子を皇太子に立てて、摂政、君主に代わって政治を取り行ってたようですよ。で、万世一系、男系の血統が続いてるんですね。
維新とかはいい政党とか思われてるでしょうが、戸籍廃止しようとかしてるみたいよ。まあそれは置いといて、我々日本人は血統が大切ですからね。血統血筋って大切にしたいじゃないですか。それを壊そうとするのが左翼、まあ残念な方たちなんでしょうね。知らんけど。で、2600年以上続いている皇室、やっぱり天皇陛下に跡取りとなるべき王子がいらっしゃらない時もございましたということで、その時どのようにしたのかっていう少年少女向けの書籍がございまして、我が皇室に置かせられては3000年この方、皇室の御血筋の方が一人もいないということはありません。それも神の御守りの一つでしょう。まあ、神様が守っとるよ。で、第25代武烈天皇の御時に王子があらせられなかったので、いらっしゃらなかったんで、第16代王仁天皇のご対面の5代目の御孫、大徳の御事っていう方を越前からお迎え申し上げたことがあります。それが第26代の慶太天皇であります。そういうこともたまにはありましたが、多くの場合は不思議なほどに御跡継ぎの王子があらせられましたって書いてあんね。他にもいろんな例が書かれてありますので、それピックアップして書籍には入れています。ご興味があればぜひっていう感じかな。日本の左翼たち、共産主義者、保守とか名乗っている隠れ共産党のやつらも、女性宮家をなんとか作って皇室を潰そうとしてんの違うって感じで、旧宮家の人たちを復活させて男系を守ることは可能ですから、女性宮家とか言うてるやつって、ちょっと左翼隠れ共産党、うわキモーっていう感じに冷ややかに見てるといいですよ。